どうも大野スケです。皆さんって飲み会好きですか？ 今回はあの飲み会についてまあ大之助が思っていることを全部話したいなという,ふうに思うんですけどまあ結論から言うと僕、大之助は飲み会大嫌いなんですよねでそれなんでかってまあもちろん好きな人はあの好きなふうにあの集まって飲んだらいいと思うんですけど大之助は基本的にあの前の職場とかの飲み会とかは一切あの行かなくなりましたっていう話とあの友人たちとの飲み会にも一切行ってないですって話なんですよねであのまああのえっともちろんさっきお話しした通り自分が行きたいメンツとあの飲み会とか行けばいいんですけどなんか あの新年会だからとか、えっと忘年会だからとか、感想芸会だからみたいな風に義務で皆さんいやいや言ってませんか本当は行きたくないのになって、であの自分に正直になっても行きたくない飲み会とか誘いっていうのは全部断っていいんですよって話なんですよね。で大野助はその職場だけじゃなくてまあ中の,仲のいい友人との飲み会も嫌いなんですね。まあ要するに大人数でのなんか酒の席が嫌いということなんですよね。でもこれには理由がいくつかあるんですけど、まず一つ目があのお酒が弱いということもあるんですよね。でまああのもちろんまあこの現代社会 っていうのは飲め飲めっていうような風習はなくなってきましたけどあのただ。 まあお酒をまあ多少飲んだりしたらまあ頭が働か,なく働かなくなって大之助人と話すこととか好きなんですけど何を質問したいかとかも何だろうあの自分の,あの声帯を抜けてあのこれはこうなんですかって聞こうとする前にその思考がどんどんそげ落ちていくというかあの炭酸の泡みたいになくなっていくような感覚があってあの相手に質問ができずただボーっとするんですよね,ねめっちゃ注意拡散になってなんかあの口も半開きで目も半開きであのなんだろう船を漕ぐような状態になっちゃうからどれぐらい弱いかっていうと。 ホロヨイってあるじゃないですかアルコール度数3%のあれの3分の1ぐらい飲んだらもうメイティ状態になるぐらい泥酔イイ状態になるぐらいあのお酒に弱いんですよねで大之助は高知県出身で高知県でなんか酒強いやつのイメージが強いんですけどや,やけどめっちゃ弱いっていうね、まあ、それはさておきとりあえずあのお酒弱いからあのそもそもあんま好きじゃないなっていうのと、まあ、だったら。 別に酒飲まなきゃよくねっていう話なんですけどもちろんあのもあの僕は酒飲まずにも,あのもし仮にそういうい飲み会とか参加する時はあのお酒飲まずに参加することが多いんですけど、まあ、お酒あの飲み会が苦手な理由として、まあ、やっぱりあの、まあ、あのなんだろう 狂気乱舞じゃないけど、手地肉林じゃないけど、まあ、なんかモラルのないような、ただ大声ではしゃぐだけの人たち、まあ、というか空間になっちゃうんですよね。大の助、そんな大きな声とか出すの苦手だし、そういう大きなこ声とか、なんかテンションだけの空間にいるの苦手だし、なおかつ、まあ、あの、 もうちょっと知的な話というか相手の価値観とか好きなものとか今後何をしたいのかとかを話したいんですよねだから僕友達と話す時っていうのは大抵あのなんかカフェとかで昼間からまあ夕方ぐらいまで好きなことを語り明かしたりとかと他にも友達とあのスポーツキャッチボールとか,なんかバレーボールの基礎練とかをしている時に雑談をするとかが僕すごい大好きなんですよっていうふうに落ち着いて、まあ、あの楽しみながら話せるゆっくりと腰を据えて話せるものが大好きなんですけどなんか飲み会みたいになんかすごい大きな声を出したりとか,、まあ、なんかセクハラまがいのことをしたり とか、あのその気分が大きくなって。まあ、なんだろう。価値観を他の人たちに押し付けてくるような人たちとかたくさんいるじゃないですか。そういう人たちとあの共に時間を過ごすことに、あのメリットを見出せないんですよね。で、あのっていうこともあって。 正直その飲み会ってコスパ合わないなっていうイ大之助自身は判断してるんですよであの例えばまああの一次会だけに参加するとしても飲み会代3000円とか、まあ、5000円ぐらいとかかかりますよねでさらに自分の時間 3,、まあ、3時間ぐらいかかりますよねで僕たちに残された時間っていうのは人生の中で有限なんですよね3時間どうでもいいやつだと時間を過ごしてしかも不快感をあのため込むあまあ要するにお金も時間も使ってストレスを激増させることをすることって自分の人生にとって有益なのかって話なんですよそのお金があったら本あの なんか本を買えるし例えばアボカドとかサーモンとか健康に良い食生活のあの食べ物の,にの食品に回せるしそして空いた時間で本を読んだりとか読書したりとかピアノ弾いたりとかこうやって副業したりとか、まあ、いろんなことに費やせるわけなんですよとか睡眠時間の確保とかもできますしねそれに比べてなんだろうまあ,あの自分の職場の不平不満を言うけどなんか努力もしないような人たちとか。あの なんだろう人に「早く結婚しろよ」とか「お前はそんなんだからダメなんだよ」みたいな風に価値観を聞いてもないのに押し付けてくる人たちのなんか聞き役に回ってであのそしてそういうなんかのみの空間の中で自分と同じように退屈そうにしている人たちが視界の端っこにず,ずっとちらついたりとかそして。 なんか会話聞いてる時もあの人グラスがもう,もうすぐなさそうだな注文あの聞こうかなみたいな風に、まあ、いろんなことになんか注意がそがれすぎて結局キャップあの、無駄にストレスを抱えるだけなんですよね大之助はだから、まあ、メリットねえなという風に思って例えば感想芸会だろうが、まあ、あのなんだろう職場のほぼ全員が行く会だろうがあの断然、僕は断ってましたね、まあ、最初の頃は無理して言ってたんですけど行く意味ねえなといううに思ってであの飲み会行かないと釣れないなといううに思われるかもしれないけど結局、まああの 会社員だろうが公務員だろうが飲み会に行かなければクビになるみたいなあの法律とかってないんですよねあの会社のルールとかってないんですよねみんなが言っているだけだけどみんなから逸脱することも可能なわけで結局、まああのまあ、集団からはみ出た行動を取ることってめちゃくちゃ怖いですよね後ろ指刺さ,されるとか。ただ あの集団の中に属していると、まあ、あのみんなと同じ行動をしているから一瞬快楽というか安心感を得られるかもしれませんただ、まあ、あ2014年に韓国のセウォル号沈没事件ってあったの皆さん覚えていますかあの修学旅行生たちがあのみんなが逃げないから自分も逃げなくていいやっていう,ふうに思ってたらあのいつの間にか沈没しちゃったとっいう話だったりとか、まあ、東日本大震災であの津波に逃げ遅れた人たちとかあのまあ大勢がこういう行動してるからいいやっていう,ふうに思ってたら、まあ、気づいたら。 まあ、今回は最悪の場合、その命を落としてしまったみたいな場合とかもあるんですよね。で、そんな風に、周りと合わせて、無理やり飲み会に参加して、ストレスを抱え込んで、そして自分の時間とお金を消費してっていう行為、みんながやってるから自分もいいやっていう風に思ってると、気づいたら自分もおじいちゃんおばあちゃんになって、何の能力も持たない人間になっていて、で、そんな自尊心が保てない状態だと、自分はこの世に存在していいのかなっていう風に思っている状態だと、自分のメンタルが保てなくなっちゃうから、 あの自分は本当はすごいんだぞとか、自分は昔はすごかったんだぞっていうような、まあ過去の栄光にすがりついてその価値観を聞いてもないのに後輩に押し付けちゃったりとかする、自分がなりたくもなかった人間に気づいては僕たちもなっちゃってるということなんですよ。だから、あの、人のた頼みを断るということは、自分の人生を自分で選ぶことにつながるんですよね。だから、 まあ、あの何度まあ何回も言いますけどそういうい自分にとってメリットのない飲み会にはあの皆さんは断った方がいいんじゃないのかなというふうふに思いますでああのまあ、余談なんですけどあの堀江門こと堀江隆網さんは飲み会には死ぬほど行けっていうふうふに言ってるんですよねまあ彼には彼なりの理由があって、まあ、その理屈は理解してるんですけどあの、まあ、いろんな飲み会に行ってあのしょうもない飲み会はどんどん断れてそこは僕とあの共通点があって。ただあの 職場の同じようなメンツと顔を合わせるんじゃなくていろんな飲み会とか合コンとかに参加していろんな人たちの価値観を聞いてそしてこの人面白いなっていう人たちをあの見つける機会を増やすと、まあ、要するにあのコミュニティをどんどん広げていけということなんですよねで、まあ、だったら大之助の場合はそれは飲み会じゃなくてなんかサークルだったりとかあの勉強会だったりとか読書会だったりとかいろんな別の知的作業とかのコミュニティでいいなっていうふうに思ってるからあの飲み会にはいかないなっていう話であって、まあ、あの あのなんだろう繰り返しになりますが結局、飲み会が好きだとかあの酒が好きだっていう人たちは別に行けばいいと思うんですよただ、大之助はああののだろうまあ、その無駄に気を使いすぎるということもあるしそもそもあのなんかそこに行ってもあまり自分のしたい話とかもできないしであのお金とか時間をものすごいあの浪費した感覚になってまあ、なんだろうこれだったら仕事した方がマシだよねっていうようなまあ、ものすごいストレスを抱えることになるから大之助は飲み会に行くのをやめたという話なんですよ。まあ,あの 僕の意見が世の中の絶対とかじゃないので、まあ皆さんも飲み会好きだ、飲み会嫌いだみたいな話とかぜひコメント欄で教えてもらえればなというふうに思います。で、あの、まあ再三にはなりますけど、結局行きたくもない飲み会は、まあ別の動画でも紹介している通り、あの、断ってもいいんですよ。で、あの、自分が、 誘いを断ったときに激高してくる相手とは関わりは立ったほうがいいんですよね。であのと,というのも皆さんのことどうでもいいという風に考えている証拠なんですよだって皆さんも人にお願いをして断られたときにあのいやなんかじゃあもうお前のこといいわみたいなふうに言いますか普通言いませんよねであのなんだろう人それぞれ忙しいこととか事情とかあるんだから、まあ、あの断あの誘う権利は誰だってあるし断る権利だって誰にでもあるんですよね。だから あの。 ななんだろうえー、と皆さんが誘われて断ってあのなんかバリ雑言浴びせてくるような人たちっていうのは結局人数合わせで呼びたかったあのいあ頼んだら言いなりになってくるであろうターゲットとして僕たちを相手は選んできてるんですよねで断ったら相手の自尊心が傷ついて自分はいらない存在だったんじゃないのかなっていう風に錯覚してまあ、器の小さい人たちとかっていうのはあの僕たちを攻撃してくるんですよね人格を攻撃してくるんですよでそんな自分のことしか考えてない人たちとはさっさと関係切った方がいいよという話なんですよねまあ あの別の話とか別の動画とかでも大之助は親友だなというふうに憧れとか尊敬を持っていた友達になんかあの金曜日の夜急にまあ県外あの山を越えて帰ってこいあの夜,夜中カラオケ行こうぜっていうふうに言われてそれを断ったらじゃあお前も友達じゃねえわっていうふうに言われてショックを受けたっていう話もあるんですけど、まああのまあ、それと同じように結局相手からしたら僕のこと友達と思ってなかったということなんですよね。 誘ってきてそれを断ってそれで問題が生じるような関係だったらそもそも中続きはしなかったし早めにそれが顕在化されてその問題が顕在化されてよかったですねさっさとあのあのなんか無駄な時間過ごさなくてよかったですねさっさと立ち切れてよかったですねという話なんですよだから、まあ、飲み会に限らずあの自分が嫌だなっていうふうに思った誘いはバンバン断るようにしましょうっていうのと、まあ、あの器の小さい人たちっていうのは断った時に攻撃してくるかもしれないけどそれは皆さんの長期的な人生のスパンから考えてそう,いうそういう人間関係はさっさと捨てて っった方がマシだから別に悲観することはないんだよということをお伝えしたいなというふうに思いました。ということで今回は以上。